今日からもう一回もう絶対1日1セットしかやりません。第2章、はい、もうため取りしません。はいはいはい。期限1ヶ月、週5で取れるのが月曜日から火曜日から土曜日の5日間、はいはい、丸々1ヶ月、はいはい、っていうことは大体20セットできる。はい。
変えてた。コメント聞いて。コメント聞いて。コメント。取んなよ。YouTube やめよ。YouTube やめよ。そんなに？そんなに？20セットもやるってさ、もうさ、あれ考えられないよね。それ負けるよ。いや今日ね、ちょっと一つ反省点がある。はい。また今日も勝てるもんだと思って、はい、全然練習しなかった。なるほど。っていうのと、やっぱ昨日の手首、言い訳だよ、ごめんね。言い訳すると、昨日の手首が引きずった。あー、やっぱ痛かった。痛かった、もう涙出そうだったんだよね。バック振る時も、もう怖が全然振れんかった。お腹はどうですか？お腹は治った。アキレス腱大丈夫ですか？アキレス腱今日切りそうだった。テイントの時、半分ぐらい切れてた。いやじゃあでもなんかね、ちょっと見苦しいかもしれないよ、はい、見苦しいかもしれないけどさ、はい、岡本に負けたんじゃない、うん、自分に負けた、自分甘さが出たまあでももういいや、岡本は俺より強い。おめでとうございます。ありがとうございます。いやとうとう取れましたね。はい。まあでも実際ね、取ったというか取れた。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 ミスに助けられて、もういやでも最初言ってた通りね、やればちょっとやっぱり慣れるもので、はい、まとまね。だいぶこう止められるというか、コンタとか狙いに行けるし、最初ね、全然もう本当タイミングがまず早いから、うん、やっぱ普段あのタイミングでボールを受けることがないから反応ができないっていう、スピードというかタイミング、うんうんうん、でもだいぶ慣れてきて合わせられるようになってきたけど、まあ最後は結局ミスに、まあ、練習最後にしてなかったからミスに助けられたけど、ちょっと今後ちょっともっと頑張って五分五分ぐらいまでね、慣れるように目標ね、そうですね、はい、もうフルゲームしっかりして、うん、まあ勝ったり負けたりするぐらいまで、そう、目標はね、ちょっと精進していきたいと思います、はい、はい、では、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。3人の Twitter や Instagram、 YY リンクの Twitter、Instagram もやってますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。